了解。するものが何も見当たらなかった。そこだけ気になるな。そういえば確かに隠してんじゃねえの。ここまで来たらもう本人閉めて吐かせりゃよくね。うん、私もそれでいい。ならいつも通り予告状を出してお宝をもらっちまおうぜ。いつにするかはお前に任せた。
ごめんだ。あ、それがどうだ。よし、どれにすんだ。それに壊すんじゃねえぞ。お。新しく入荷したモデルがある。今時こいつが手に入るのは珍しいんじゃないか。あ、いたずらに使うんじゃねえぞ。よし、どれに。あ、口、じっくり見ろ。あ、気に入ったか。またね。感じるぞ。行くぞ。よし。
じゃあな。よし。拙者のわらじの紐が遅い。光と同じくらい素早くならねば未来へは帰れぬ。僕には
し。またね。おう、帰ったか。雨かよ。おう。ああ。そうか。おう。それに壊すんじゃねえぞ。よし、どれにすんだ。あ、どうだ。
それに気に入ったか。新しく入荷したモデルが今時こいつが手に入る。まあいいだろう。ありがたく思え。
頼んだわよ、ハル。うん、お父様の書斎にこれを置く。それでお宝が現れるのよね。予告状に気づけばそうなるな。肉親をやるのは怖いか。本当はちょっと。お前自身の怒りを思い出せ。何をすべきか教え。結婚は明日でいいんだよね。うん、泣いても笑っても一発勝負。お前たちよろしく頼むぜ。
れやれ。強欲の滞在人奥村国和殿、お前の利益と世界的な名声は従業員への非道で成り立っている。故に我々は全ての罪をお前の口から告白させることにした。心の回答団より、厄介なことになる前に片付けておかねば。回答団から予告状が来ている。警察にくれてやっていい。くどいぞ。警察にくれてやれと言っている。私は不心得者から脅迫を受けたんだ。警察は善良な市民の味方だろ。私は敗者にはならん。緊急の案件だ。今日中に片付けておけ。みんなに知らせないと。それでは資料集を開いて。これだ。正解です。バレてんの？今までとは違うパターンだな。自分で予告状を警察に届けるとは。よほど改心されない自信があるか、あるいはそもそも警察と癒着していたか。私が言うのもなんだけど、それありそう。ちょ、コメント激増、これ見ろ。前回答団、つうか回答出てくれんなら何でもいいわ。早くやれ。言いたい放題だな。もはや地位があるやつの土下座をただ見たいだけって。ゲームや映画じゃないっつうの。手段と目的が完全にすり替わったな。俺たちが娯楽として消費され始めているけど、行くしかねえだろ。パレスが存在する以上、奴の欲望は確かに早いうちに目をつむと思えば。どの道春の婚約者問題もあるわけだし、やるしか。やらねえと今まで積み上げたもん全部なくなっちまうぞ。私もそれでいいと思う。昨日のお父様の口ぶり。我が輩も龍二と春の意見に賛成。確かに大衆が変なこと言ってんのは気にはなるけどな。でも奥村は廃人化の犯人かもしれねえんだ。このままにはしておけねえよ。なんか隠してそう。すごいこと。そうよ、予告状お父様はもう見ちゃったんだし。いつも通りパレスのお宝取ってやろう。
つけておこう。行くぞ。いつまで行かれてんの？ありがとう。
疲れちゃったぜ、社長さん。
悪かった。私は改心した。この通りだ。お父さん。私のイエスマンだったハル。学校も習い事でもお前は私の言いつけ通り。そんなお前が立派にな。急に。ああ、覚えているか、ハル。初めての運動会を仕事で見に行けなかった時、お前は泣いた。それからだったが、お前が口答えしなくなったのは、正直を言うと逆に心配だった。でもお前は私に立てついた。自立を果たしたのだ。ああ、父としてこれほど嬉しいことがあるか。そんな昔のことをまだ覚えて。あの頃お父様は美味しいものを作るために必死で、人を喜ばせたいという夢を描いていた。どうして変わってしまったの？許し、お宝を盗まれたら私はもう終わりなんだ。やめてくれ、ご承だ。頼む。お父様、もう終わりにしましょう。おお、ハル、バカな女だ。そうが裏切ってでも取り返せ。我が家訓だ。蹴落とす冷徹さこそビジネス。上だの仁義だのは敗者の言葉だ。正義を拝んで勝負に負けて、どこに幸せがある。人の心をすりつぶして得た利益で誰が幸せになるんです。破れるよりはいい。負債まみれのあの惨めさよりな。まもなく私は正解へと漕ぎ出す。世界の上流へ、ユートピアへ、歴史に名を馳せるのだ。ハル、決めろ。そいつらを捨てればこの船に乗せてやる。居座っても基地と共に国家未人だぞ。どうする？愚かな。ここのお前はどうだ。生きて出たいだろう。乗せてやろうか。本当はそいつらと対立してるんだろう。ふん、覗いてやがったか。一緒にいても得にならない、そう思ったんだろう。お前は正しい。そいつらを売れ。利益のために切り捨てろ。スイッチもくれてやる。離陸の後でな。では取引だ。10秒待ってやる。タイムイズマネーだ。なめられたもんだな。損得が全て。悲しいな、社長さんよ。春と17年も共に暮らしてまだ気づけないのか。この世には金や名誉に変えられないもんが山ほどある。一人だけ助かって何の意味があんだ。こいつらの代わりなんてどこにもいない。お前の提案は花から取引になっちゃいねえのさ。うわ当たった。我が輩すげえ、すげえもんだ。助け。全部持ってきやがって。お父様、交渉決裂だな。ふっ、虫けらごとき、発進までの間に始末してくれ。受けて立つ。当然。おのれ、生かして返さん。奥村夫婦の組織力を見ろ。観念だ。そういうことは我が社の精鋭を下してからいい。敵、まだ来る。行け、社員ども。私の勝利の礎。手下たちが壁になってる。エサだ。全部倒して。エサだ。弱点を来てるみたいだ。敵ダウン。またカウントダウンが始まった。やっ、弱点。強い敵のようね。
弱点の火炎攻撃を狙いましょう。まだ終わらないぞ。ペルソナ踊れ、ヘカーゼ。ペルソナヘカーゼ。仕事の時間だぞ。まだいんのか。すべてをマンパワーで。それが我が社の自慢になって。ペルソナ弱点をつけるスキルは持ってないな。ペルソナ敵ダウン。カラーまだいける。ペルソナキャプテンキッド敵ダウン。スカルまだいける。決勝を任せて。任せる。次踊れヘカーゼ。はい、チリンド。弱点をつけるとある。攻撃はローバードタッチして。敵2体ダウン。アンサーダウン。ゲットレディ。バトンタッチでダウンを狙え。バトンタッチ。よし次行けな。次ペルソナこい。弱点つけるな。そこか。敵ダウン。さっそくジョーカー食らえ。敵ダウン。さっそくジョーカー。ペルソナそこか。ナイスジョーカー。弱点にヒット。ペルソナ踊れ。奪え。
よ。何だよ、大人になる。許さないかね。大丈夫か。自爆したぞ。彼らは私、素晴らしい忠誠心だと思わないか。逆らえないだけだ。仕事の時間だぞ。敗者精神を見せろ。壁になってほしい。全部倒して、あいつをちょっと…弱点を見てるみたいだ。敵ドン。またカウントダウンが始まった。橋までに奴を届け。よし、ヘルス様、行けない。次に返す。ヘルス様、仕事の時間だぞ。
自爆する気か。さっさと倒すか、防御しろ。
奪え。社員どもでは役者不足か。専務、来い専務。仕事の時間だぞ。さあ専務、私の右腕としての役目、奥村フーズ。何をしている。もっと働け。もっと貢献しろ。敗北を認めろ。クイーンが空腹じゃない。攻撃力が大きく下がってるよ。これでペルソナやるわ。ありがとう。助かったぜ。行け。
手下たちが壁になってる。全部倒してあいつを直接攻撃するんだ。ホワイトライダー、そこか。敵ダウン。またカウントダウンが始まった。端までにヤツを叩け。やっちゃうよ。よし、ペルソナ。次ヘッカーテン。ペルソナ逆転キッド。敵ダウン。スカル、まだいける。休め。任せて任せて。次踊れ、ヘッカーテン。はい、社員ども。ま、チャンスよ。ガチだからね。バトンタッチで交代して。ヘッカーテン。すげえなパンサー。ペルソナ。仕事の時間だぞ。
Yeah.
ついてる。
この技じゃない。向こうの方が戦力が上よ。無理はしないで。ペルソナ、そこか。目覚ませ。ありがとうね。ペルソナ逆転ヒット。
を認めろ。もうカウントが半分過ぎてるぞ。ふん。ありがとう。パンサーがピンチ。注意しろ。ペルソナ、容赦ない。サポート届け。雑魚は全部片付けた。なら決着つけるぞ。ジョーカー、攻撃力が低下してるぞ。使うよ。もじったぜ。なんかつけてくれ。ペルソナ。よし、レベルアップ。よし、これで戦術の幅が広がったな。新技引いたぜ。おっしゃ。所詮、敗北者の血筋か。彼との縁談は、私から断りを入れる。もう、奥村フーズは終わりかもしれない。申し訳ない。精神暴走事件と廃人か。お前の仕業なんだ。確かに私は会社を成長させるために、商売敵を潰すために多額の金を払ってきた。やったのかどうかって聞いてんだ。私はやってない。契約があり、排除を依頼しただけだ。依頼？じゃあやはり想像してたような悪党が。やっぱり。誰とどんな契約です？泣いてねえで話してくれって。くそ、こんな時に。社長さんよ、あれ止め。仕方ない、こんなところで命は捨てらんねえ。見ろ、あれだ。お宝、確かに
あれ？最後に教えてくれ。その悪党の顔を見たのか？もう聞く時間なさげじゃね？現実世界で問いただせばいいわ。アーサー、お父様は連れて行かなくていいの？心配ない。グズグズしてると我が輩たちの方がおたぶつだぜ。自分の責任は自分にしか果たせない。お父様が教えてくれたことです。間に合うか？無理っぽい。ていうか無理。モナ頼んだ。モルガナ、お宝取るとき普通だったね。そうだった？廃人館の真相は分からずじまいだったな。奥村、けど排除依頼って言ってた。あれ、犯人を知ってるってことだよな。正体ってプラモ？どうしたの？お父様、あんな風になる前に子供の頃どうしても欲しかったプラモデルがあったって。でもおじい様にねだっても結局買ってもらえなかったらしく。プラモとか1000個くらい買えそうじゃん、ハルンチ。奥村フーズは3代続いてるんだけど、おじい様の代までは本当に小さな会社で、おまけにおじい様かなりの人情経営だったの。知り合いにも無担保でお金を貸したり。お父様が子供の頃はよく家に借金取りが来てたみたい。その反動か。奥村が他人を犠牲にしてでも自分の幸せを追求し続けたのは。やばい、これはいい値段だな。趣味の品はこうなることも。プラスチックにどんだけ金出すわけ？ところで改心って具体的にはいつ起きるの？近いうちってとこだな。まあ今は奥村が改心するまでの様子見だな。奥村が改心すればきっと廃人化の犯人もわかるはずだ。いい、先生の描いた通りですよ。怪盗団が奥村を狙うことも、改心を成し遂げることも。都合のいい財布が一つ減りはしたものの、
つながりが明るみに出るリスクに比べ、奥村はもともと正解という器ではなかったのに、おとなしくしていればいいもの。抜かりありません。彼に処理は依頼してあります。しかるべきタイミングで廃人化を起こす手はずとのことです。不出来な身内と怪盗団の大掃除、一石二鳥とは。我が輩さ、今回はちょっと反省してるぜ。自分が何者かとか、他より劣ってるとか、うじうじしちまった。美学や芯がなかったのは。もう遠慮する仲じゃねえだろう。人間ってことに固執してたのは、やっぱり目的が欲しかったからだと思う。目的っていうか、もっと大きな生きる意味っていうの？でも怪盗団って居場所がある今、自分が何をしたいのかつかめたぜ。わかっ、それもゆくゆくはな。自分の居場所って決めたからには、我が輩もこの怪盗、つまり我が輩たちの目的は、いこれからは出し惜しみなく協力してやるぜ。お前も気張れよ。我が輩に損させんじゃねえぞ。それに、安堵のにも喜んでほしいしな。我が輩の活躍で、あの子が幸せになるなら、それで十分なのさ。それまだ続くのとか、そんなこと思ってねえよな。嬉しい誤算だ、囚人。予想に反してあなた、なかなか見…力を磨き、契約者との関係も洗練させている。構成はますます順調に進んでいるよう。慎重だな。一つ忠告しておこう。
絶頂であるということは同時に転落への秒読みでもあるのだ。ゲームには不測の事態はつきものだからね。頼むわね。トレーニングで使い切った分、補給しねえとな。陸上部だけど、復活早々山内のやつ、おろす武石の親が PTA 会長だって知ってるっけ。スカウト選手なんて許しませんと、他の親御さんと直談判したそうだ。
山内どんな顔してたんだろう。学校側も PTA 会長は無視、結果陸上部は復活。いい君だ。おお、ラーメン伸びちゃ。本当はさ、ずっと怖かったの。てめえのバカさ加減思い出すし、あえて何よりこういうのをお前がいてくれたから。俺はゴタゴタに巻き込んじまったけど、お前俺をありがとな。不思議なけど、これからさ、我は何聞きま。よしよし。よし。さてと、まずは怪盗団頼りにしてるぜ。リッ、あのさ、あ、え、
よーし。書くか。